カール・ラデック、カール・ベルンガールド・ドビチ・ラデック、1885年10月31日から1939年5月19日は、ソビエト連邦の政治家。本名カロル・ゾベルゾーン。党員活動、ポーランド・リトアニア王国社会民主党、ドイツ社会民主党、ドイツ共産党、コミンテルン、ドイツ共産主義労働党、ソビエト連邦共産党、 ポーランド領であったルブフの解放されたユダヤ人の家庭に生まれる。最初に身につけた言葉はドイツ語だったらしいが、イディッシュ語、ポーランド語、ロシア語などを、やすやすと使うようにいる。ラデックという偽名は、好きだったステファン・ゼロムスキの小説の登場人物から、取ったという。14歳の頃から、労働運動に関わり始め、最初は、ガリーツヤで活動し、 クラクフ・イン・ベルンで教育を受け、1904年に、ポーランド・リトアニア王国社会民主党、スタクプルに入り、1905年のロシア第一、革命の時に逮捕され、1908年に亡命する。続く4年間は、ライプツヒブレーメンで、社会民主党が出す、ドイツ語新聞の編集に従事する。ドイツ社会民主党では、極左派として活動している。 1914年の第一次世界大戦勃発後は、一貫して戦争反対の立場を取り、オーストリアの軍隊に徴兵されるが脱走し、スイスでスイスプレス紙にパラベルムのペンネームで通列な反戦論文を掲載する。このスイスでレーニンなどのボリシビキたちと知り合うようになった。 1917年の2月革命から10月革命の間に、ラデックはボリシェビキに入党し、ほとんどはストックホルムに滞在し、その陰謀の際を伸ばした。ボリシェビキの外務人民委員部に参加し、中央関係を担当し、イズベスチア紙にビクトールのペンネームで宣伝論文を連載し始めた。ドイツ軍とのブレストリトフスク条約交渉でトロツキーに同行し、 ドイツ帝国主義を攻撃し、ロシア革命を擁護したパンフレットを作成し、ドイツ兵に配布している。ドイツとの急戦が成立すると、ボルシェビキの派遣代表者の一人として、ベルリンへ向かったが、監視をくぐり抜けて、目的地にたどり着けたのはラデックだけだった。そこで本名から取ったソベルゾーンという偽名で、先行を続けスパルタクス団と接触し、 ためらうローザルクセンブルクを論破して、ドイツ共産党の結成に踏み切らせ、1918年の末に開かれた創立大会に立ち会った。ドイツ関係に逮捕され1919 19年末にロシアに送還された。ロシア共産党の中央委員、コミンテルン執行部書記となる。フランスベルギー軍のルール占領に対するドイツの抵抗運動が左右を超えて起こり、 抵抗運動の一員として活動したフライコールのアルベルト・レオ・シュラゲターがフランス憲兵隊により公開銃殺刑にされたとき、シュラゲターの死を無駄にするなというスローガンの下に右翼と左翼の連帯が民族ボルシェビズム路線保守革命として展開され右翼の側はアルトゥール・メラー・ファンデンブルックが左翼の側はカール・ラデックが代表となる。しかし1923年に この民族、ボルシェビズム路線でのドイツ革命失敗の責任者として失脚。1924年に中央委員の資格を失い、東中央に対する反対派としてトロツキーと提携する。1925年、モスクワ中山大学の学長という政治的に無害な、ポストに任命されるが、共産主義アカデミーの席上で当時議論の的となっていた。 一国社会主義の理論を笑い者とし、さらに、スターリンとブハーリンが進めていた中国への政策を批判した。そのため1927年の党大会で除名、シベリアへ追放された。1928年、同じ反対派のイバールスミルが、エフゲニー・プレオブラジェンスキーと共に、中央執行委員会に送った手紙の中で、ラデックは、 自分の誤りを認めトロツキー派脱退を宣言し、1929年の夏に復党を許された。1937年に第二回モスクワ裁判に巻き込まれ、反革命陰謀の過度で10年の刑を受け、ベリフネウラリスクの強制収容所へ送られた。翌1939年、別の囚人に殺害された。ニキータ・フルシチョフのスターリン批判においては、 NKVD の陰謀だと認定されている。1988年に、ブハーリンらと共に名誉回復。ラデックは、ロシア革命期のパンフレット作者として、西ヨーロッパではよく知られた存在であった。ロシア革命以前には、国際主義者として、レーニンの民族自決論に反対し、社会主義者はそういう民族の分裂をなくすために、戦っていると論じた。 さらにブレスト・リトフスク講和に際しては、ドイツとの単独講和に反対し、帝国主義ドイツへの革命戦争を主張している。ラデック初期の経歴や政治志向はローザ・ルクセンブルクとよく似ているが、気質の違いがこの二人を大きく分けている。ローザは終生、ラデックのことを嫌い、ラデックがポーランドを立つ直前に預かっていた。 労働組合の資金を渡ししたという噂も信じていたらしい。ロシア革命直前のストックホルムでの活動を見ても、ラデックがどんな革命をどのように推進しようとしていたかはっきりしない。1919年にドイツの国中では非公式に工具を受け、ドイツ革界の代表と面会している。革命家やバルター・ラーテナウなどの実業家たち、 ドイツの軍人たちといかなることを話し合ったのか、これもよくわからないのだが、歴史家の E.H. カーはその後のドイツソ連間の協力関を作り出した人物として、ラデックを評価している。スターリンの言葉として、ラデックの理性を支配しているのは下だというのがある。自分は、ラデックの活気みなぎる知力と、政治的な誠実を信頼していると1918年に評価していた。 トロツキーの提携は三ヶ月と保たなかった。1929年、オーゲーペーウーの工作員、ブリュームキンがトルコに亡命していたトロツキーを密かに尋ねたところ、捕らえられて処刑されたことがある。トロツキーがブリュームキンにラデック宛ての小包みを託したという状況証拠から、ラデックが密告したものと思われる。百三十七年の粛清裁判での判決が、比較的、 軽かったことから見て、彼が他人、ブハーリンなどを撃った可能性が高い。第2回モスクワ裁判で、ラデックが死刑にならなかった理由について、元ソ連共産党員である、高谷里志蔵は、アメリカをして、ロシアを承認せしめるためには、ラデックは大きな役割を演じたので、もし、ラデックを死刑に処したならば、アメリカの親密ユダヤ人の反感を回避。 米露国交が破綻に瀕するという危険をスターリンが散っていつだからであるとの見解を示している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。